近よく聞くワクチン。みんなワクチンって何か知ってる？注射ってことはわかるんだけど、何かよくわからないよね。みんなと一緒に勉強できればなと思って、ここに調べてきたの。注射って怖いけど、調べたら私たちの体を守ってくれるものだってわかったの。見てみてね。薬は体の中に入ってきた病気を起こすウイルスやばい菌をやっつけるもの。でもみんなの体の中にはすでに免疫力っていうウイルスやばい菌と戦う力があるんだ。ワクチンはもともと人間が持っているウイルスやばい菌と戦う力、免疫力を作って病気を自分の力でやっつけられるようにするためのものなんだ。ワクチンにはいろんな種類があるんだ。例えば弱くしたウイルスやばい菌が入っているもの。他にはウイルスやばい菌の一部を取り出しているもの。小さい頃に打った麻疹風疹というワクチン注射には弱くしたウイルスやばい菌が入っているんだ。みんながよく耳にするインフルエンザワクチンはインフルエンザウイルスの一部分を取り出しているんだよ。そして今回新しいワクチンができたんだね。コロナウイルスのワクチンでメッセンジャー RNA ワクチンっていうんだよ。これはコロナウイルスの体の一部の設計図を注射して体の中に入れるの。私たちの体が自分でコロナウイルスの体の一部を作るんだって。作られたコロナウイルスの一部と私たちの免疫力が戦って免疫力がパワーアップするんだ。なんだか話しているだけでもすごい技術だってこうにもわかるよ。みんな赤ちゃんの時にたくさん注射打ったの覚えてる？こうには全然覚えてないんだけど、ママが教えてくれた。全部みんなの体をウイルスやばい菌と戦えるように強くしてくれるためのものなんだね。わかったかな？注射って怖いし痛いけど、私たちの体がちゃんとウイルスやばい菌と戦えるように体を強くしてくれる大事なものなんだね。コロナでみんなと遊べなかったり、おじいちゃんやおばあちゃんと会えなかったり、給食もおしゃべりできなかったり。でもさ、ワクチンがまた私たちの元気な生活を取り戻してくれるんだよ。ワクチンって作るのとっても大変なんだって。作ってくれた人ありがとう。注射あんまり好きじゃないけど、高2も頑張るよ。高2ね、ワクチンの技術はすごいって思ったんだけど、私たちの体もすごいって思ったよ。ワクチンも大事だけど、まずはウイルスが体の中に入らないようマスクをして、手洗いうがいをして、ちゃんとご飯を食べて、たくさん寝て体を元気にすることも一緒に頑張ろうね。じゃあまた。